やっています。子どもたちには普段の秋先生と呼ばれています。数年前に子どもの出自人のアンケートを、面することがありました。子どもたちにご飯を誰と食べたいかと聞くと、一人で食べたいと答えた子どもが、2割もいたそうです。この話を知った時から、子どもたちの職業を良いものにしたいと思って、今の仕事を始めました。そして今日も同じ思いで、より多くの人たちに広めたいなと思って、出場しました。では子どもたちの職業を良いものにするには、子どもたちにそのことを伝えられるのは誰か、親ですね。ただ今の親はとにかく忙しくて時間がない毎日です。そこで、忙しい親の、ご飯の悩みを解決すること、それを今回の目的としました。では食の悩みをどうやって解決するか、ここで力を貸していただきたいのが子育ての先輩であるじいじばあばたちの力です。どの家庭にもよく作る一品というのがあると思います。さっと作れるものですとか、家族から褒められるものとか、野菜がいっぱい取れますよというものですとか、そういったメニューを、今子育てで奮闘している親たちに教えていただきたいと思っています。ただ先ほども言ったように、相手は時間のない親です。そこで、秋先生の番手番になるんですけれども、仕事柄この程度だったら忙しい親でも作れるだろうとか、こういうものは子どもたちよく食べるんだよなというポイントが、私は分かっていますので、じいじばあばたちの料理を今に合うように、アレンジをさせていただいて、そのレシピを、ネットで、ネット配信をしたりですとか、世代間交流を含めながら、調理実習をしたりして、忙しい親子の食卓を助けていきたいと思っています。そのためにこういった方と連携したいと思っているのが、3つあります。1つは、一緒に運営の方を手伝ってあげようじゃないかという方、2つ目は親子をちょっと声かけられますよという方、3つ目がじいじばあばを紹介してくださる方、どれか1つでもこうピンときたらですね、ぜひ連携表明の方をお願いしたいと思います。こんなことできるよということもの大歓迎です。子どもたちが心のこもった食事を食べて、大きくなれるように、その食事が、食文化が後世に受け継がれていくようにですね、ぜひこの機会に連携をお願いしたいと思います。ありがとうございました。